こんにちは、ヤドです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手どんな方でしょうか。1級の方ですね、右四間飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。右四間飛車、私の嫌いな戦法第3位でございます。まあ、厳密には、なんでしょう、その日の気分によって結構この順位っていうのは変わっていくわけですけど、まあでも堂々たる、嫌いな戦法第1位はやっぱりアヒル戦法ですね。はい、アヒルは何やっていいかもう本当全く分かんないですから。右四間飛車も本当に対応を1個でも間違えるとすぐ死んでしまうんで、本当にホタルの墓のホタルかっていうぐらい本当にすぐ死んでしまうんで、もうめちゃくちゃ苦手なんですけど、でもなんか右四間飛車っぽくないですね今のところ。まあ組み替えてくるパターンってね、往々にしてあるんですけど、おっと、これは、どうすればいいんだっけ。取って、あ、これ取ってで問題ないよね、確かね。取って、引いて、で、歩打ってきたとしても、2分30秒。あれ、これダメなんだっけ。そうか、歩垂らしがあるのか。あれ、これダメなんだっけ。しかもこれ飛車の横撃止まってますね。あれ、これ角打ちある。待って、角成りもあるのかいっていう。そっか、あ、これでもうダメなんだ。あ、やばいやばい、ちょっとこれ反省ですね。一回ちょっと、はい、うん、そうだね、ありがとうございました。すいません、ちょっと一回勉強させてください。今の何がダメだったんだ。やばい、一級に見事にはめられてしまいましたねすごい綺麗にはめられたんだけど、これで、これでここで取っちゃいけなかったのか。願いを叶えてやる。角引いといて取られて歩打てばっていうことか。なるほどなるほど、そういうことね。はい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 。だからね、序盤でワンミスで死ぬ右四間飛車ではなかったんですけど、蛍の墓の蛍よりも圧倒的に早く死んでしまいましたね。すいません、ちょっと今日あと2試合ぐらいはやっていきたいと思います。さあ、ちょっと例えが品種を買ってないことを願うばかりなんですけども蛍の例え大丈夫かな。さあ、お相手初段の方ですね。嬉野流がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、こちら先手番ですね。まあ基本嬉野流についてはここの銀上がっておけば相手何もできないっていうのが、まあ、定石なんで、ただその代わり問題があってこっちも何もできないっていうね、そういう大きな問題があるんですよ。つまり膠着状態になるっていうのが嬉野流の難しいところなんですけど、あ、でも向かい飛車に組み替えてきましたね。向かい飛車ですか。まあ、ちょっとじっくりやっていきたいと思います。はい、銀交換まではさせてもらってもいいですか。はい、これは歩で受けておきますか。で、次のプランなんですけど、一応この、おっと、これ、まずい。2分30秒。まあ、ここからちょっと、ちらっとね、飛車を見ていこうっていうのが次のプランでございます。そう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 。だからまあ、そうなってくるんですけど、まあ、銀かな、銀とか打っといて、さあこれで、でこの歩が突かれたんで相手の角もこっちに出てこれないし、まあこの桂はちょっと嫌なんですけど、確かに嫌なんですけど、まあ、これなんか勢い余って切りたいぐらいの感じではあるんですけどね。
2分。さあ銀取って、何かいい手がない、何かいい手がなければ、あの私の銀が死んでしまうっていう悲しい状況になってしまいます。そしてその状況にどうやらなってしまったようです。厳しいですねこれ。まあここに桂打ちですね。次の狙いは、次なる狙いはなんかねじり合ってるうちに徐々に悪くなっていってしまいました。そして時間も負けてるんですよね。1分30秒。桂打って、でこの飛車の横利きが止まってるのもね、またすごい辛いところなんだよな。まあちょっとこの歩を狙っていきますか次は。いやー桂打ちきついな。いやーこれはつらい。取ってで足りてないもんね。足りてる、全然足りてないですもんね。まあこれはもうちょっとね、諦めるしかないですねこの辺は。さあこっちもですね、ちょっとある駒をどうにか上に押し上げていくしかないっていう感じなんですけど、うわこの銀も厳しいって、厳しいよ。さあこれもうちょっといろんなことを諦めていくしかないかもしれないですね。さあこれはもう無理か、さすがに。ここの金までですね。はい、ありがとうございました。はい、しかし将棋は勝利が全てなんじゃ。ありがとうございます。ちょっともう一試合やっていきたいと思います。あまりにもあっさり負けてしまったので。これはあれですかね、その AI なのか人間なのか。5連勝してますね、羨ましいですね。お相手2級の方ですね。やっていきましょう。このあの漫画のコラボで、AI が運用されてたんですよね、このアバターで。でその AI とかに勝つとアバターがプレゼントされてるんで、人間のパターンも AI のパターンもあるんですけど、今のところあの指し手が非常に早いんで、ちょっと AI っぽい感じがしないでもないけども、なんかあの AI の期間が、 AI を運用してる期間が終わってるっていうような気もするんで、人間なんじゃないかなっていうのも思いつつ、まあちょっと一応やっていきたいと思います。さあ王手ですね。これ王手で入るのちょっと嬉しい。取ってはさすがにない。歩打ってはある、歩打ってはありますかね。はい、これで一回引いておきます。ただこれでまあ銀打ちがあったりして、なんだかんだでもう一回ここの隠れが決まるんですね。でちょっとお得な気分という感じでございます。さあこっからですね、まあ無理せずちょっとやっていきたいところなんですけど、やっぱり時間がねめちゃくちゃ早いというか、あの違う、時間の使い方が全くよどみがないんで、やっぱ AI っぽいですねなんかね、これは。さあ金銀、まあ、なんか金とか打って、まあ金だとちょっともったいなさすぎるか。
香車打って、で、まあ、次銀出ていってっていう感じなんですけど、歩は一回歩打っておきます。で、2分。強者？わかんない。ちょっとわかんなかった。あ、でもこれ強者良くないか。取った後が続かないか。取って、銀取った後に死んじゃうんで、これでちょっといいか。はい、ありがとうございました。無事に勝利することができました。将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだまだ厳しいぞ。はい、ありがとうございます。というわけでですね、今の、達成率は 12.2% で、7月のデイリー勝率が7勝9敗ということで負け越してるんですけど、11月の勝率が、5割5分5厘ということでですね、まあまだ成績的には悪くはないんですけれども、これしっかり達成率まず 20% に上げていけるように頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。